このお家は自分ハウス 79A プラスモフエディションというお家になってます。自分ハウスの規格住宅、まあ、約300種類ぐらいカスタマイズできる住宅が用意されてるんですけども、そのお家をベースに岩手にある断熱性能だったり各設備っていうのをうちの方で提供できるような住宅になってます。また間取りの方もベースの間取りから部屋の数だったり間仕切りの位置だったりを変えてお客様の好きな形にカスタマイズできるようになってます。こちらのお客様はお子様、娘さんが2人いらっしゃるご家庭になります。外観はお客様がこだわった石目のグレーの外壁を使っております。ルーフバルコニーもあってかっこいいスタイリッシュなお家になっています。このお家のポイントは、自分ハウスの標準のドアですね、ハイドアというものを使ってまして、下に引き戸の場合よくレールがつくんですけれども、そういうのもつかないタイプになっているのでお掃除はすごく楽になりますし、あとはハイドアを使っていることによって室内の空間がより広く見えるような形になっています。リビングも外壁に合わせたアクセントクロス、テレビの背面のところアクセントクロスにしてますし、あとは、リビングのサッシですね、大開口のサッシを使ってますのですごく明るい空間になってます。キッチンはお客様が照明にこだわりましてカフェ風にしてます。クロスのところも合わせた形ですごくおしゃれに仕上がったなと思います。あとはパントリーですね、パントリーも収納量をたくさん入れるパントリーにしてますし、その隣には家電とかをしまえるような形の収納庫を設けています。もともとの自分ハウスのお家は3部屋だったんですけれども、こちらはお客様の要望で4部屋に変えています。で、ルーフバルコニーに面したところは寝室になっていまして、皆さんで寝ていただきながら、ルーフバルコニーのところはお子さんのプールとかを出したり水遊びできたりですとか、あとはバーベキューとかも皆さんでやっていただけるような空間にしてます。それぞれのお部屋にきちんと収納を設けていますので、後から収納をつけるとかっていうことがなく、全部皆さんの荷物を収納していただけるようになってます。好きなところもこだわったところも外観が特に自分はすごいお気に入りなところと、すごくこう胸張って言えるような好きなところですね。キッチンの後ろの収納のところが一番欲しくって、仕上がりを見てすごくそこも気に入ってます。こういう VR、 家の中をこう玄関入るところから全部見れるっていうのはなかなかないので、それを見させてもらって、自分の家がこうできた時にその通りの感じに、ね、そのまんまできたので、すごいそれは良かったなって思います。自分の好みをお話しさせてもらった時に、もともと知ってた人かのような、すごい自分の好みを知ってくれて、でここがいいなってお話しすると、そこにもう寄り添ってくれるところがすごく思い出に残ってますし、すごい感謝でいっぱいですね。はい、もちろん初対面だったんですけど、なんかもう今はすごい仲のいい友達みたいな感じで、まあ本当に建てるまでにいろいろあったのでね。
やっと無事に立てれたなっていうのが本当に、でやっぱりこの自分ハウスを選んでいただけてやっぱり良かったなっていうのもすごくあるので、あとはちょっとご主人が漁師さんでなかなかこのお家には帰ってこられないので、早くご主人にもこのお家を見ていただいて、奥様がすごくいいセンスでお家建てたよっていうのを早く見てほしいです。